シンガポールのビールでは、シンガポールで製造及び輸入されるビールの概要について記す。シンガポールでのビールの商業醸造の歴史は、イギリスの植民地であった19世紀半ばに遡る。1931年4月、シンガポールの最初の商業醸造所である、マレー醸造所が、地元でソフトドリンクを生産していい、フレーザーニーブとオランダのハイヌケングループとの 合弁会社として設立された。アレクサンドラロードにある同社の最初の醸造所は、1932年10月に創業し、タイガービールの生産を開始した。1931年7月、ドイツの醸造所であるベック・エ S ブルーリーがシンガポールとバタビアの両方に醸造所を建設し、バタビアにアーシペルブルーリジーコンパニーを設立した。 1933年11月、アーカペリゴブルーリーは、アンカービアを生産するアレクサンダー・アーロードにある醸造所から創業を開始した。第二次世界大戦の発生に伴い、イギリスは1939年、敵対貿易法の下、アーカペリゴブルーリーを併合した。1941年1月、マライアン・ブリュワースが新会社であるアーカペリゴブルーリー、 カンピニー・リミテッドを設立し、醸造所を購入した。両社の醸造所での創業は、1942年2月に日本がシンガポールを侵略することで終了した。日本は、その後、すべての生産施設を没収し、大日本ビールに醸造所でビールを生産するよう指示した。1945年9月、イギリスがシンガポールを解放した直後に、 マレーシア醸造所の運営が再開された。1990年、アジア太平洋醸造所に改名された。主な国内ブランドは、1932年以来、アップ部によって醸造された、タイガービールである。アップ部はまた、ハイネケンラガービールを、親会社のライセンスの下で醸造している。その他の注目すべきブランドは、アンカー、バロン S ストロングブルー。 ABC エクストラスタウトである。2000年代半ば以来、シンガポールは数多くマイクロブルワリーが設立されている。現在、国内には15以上の醸造所がある。クラフトビールのシェアはシンガポールのビール市場の2%以下に過ぎない。ビアフェストアジアは毎年6月にシンガポールで開催される。2008年に初めて開催され。 三万人以上のビール愛好家が集まった。このフェスティバルでは世界中の35社以上の出展者からの500以上のビールとサイダーが登場する。アジアビアアワーズは2008年に設立され、2013年までビアフェストアジアと共同で運営していた。このショーは2016年に再開された。アジアビールショーはアジアで開催される最大のビールショーで160。 ビールが15のカテゴリーで競うありがとうございます。